ったわ。あいつの頼みなんて聞かなきゃよかった。あいつ？ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前が？ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん君は命の恩人だもの。やったー。でも結局得するのはガイアじゃないか。情報料は出してもらうはずだったんだから。それじゃあよく聞いてね。アルカディア遺跡についての情報。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。ねえ、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ頭は切れるみたいだからな。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ひひっ、ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら、ひとまずオイラたちで考えてみようぜ。消えるんだ。冒険者協会へようこそ。
く。君にも風神のご飯を。いや、戻ってきたか。その様子だと手がかりを得たみたいだな。手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかなそうだ。湖の城に
六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。謎解きか、ベタなこった。そうだな、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は六に関わるものといったら、ってことは六本腕の巨人は巨大なカニか。巨大なカニがいるかどうかはともかく、カニの足は八本だぞ。おお、さすがだ。風車の羽はちょうど六枚。それを六本腕の巨人として例えているんだろう。ああ、言われてみれば。あとは簡単だ。三本の風車のうち、神の像の近くにある二本が神の像を守る巨人、残りの一本が守っているものこそ、おそらく。お宝、オイラでもわかるぜ。うまくいくといいな。行こう、その風車のところまで行ってみようぜ。
女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた、クラクラする。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。寂しさに震える時こそ彼女の心が見える。何かわかったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろうな。なんだ、間違って拾ってきてたのか。道理で天才のオイラでも解けないわけだ。冗談だよ。もう真面目に考えてくれよガイア。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のことか。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。せいぜい企みを頑張れよな。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。
おとなしく仕上がる。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。これで謎はすべて解けたぜ。大変だったな。それよりこの宝の地図、ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、はわっ、お、お、報告なんていらないと思うな。すぐに行かないとな。誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言ってた宝刀団とかいうやつらにな。オイラはただその噂の剣をこの手に。でいよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ出発。
ルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか普通だな。わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。大丈夫だから、さっさと行こう。お宝が待ってるぜ。槍に磨きをかけるよ。消してこの辺りを探そうぜ。その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。でも気づくのが遅すぎた。イザードだ。砲塔団を代表して礼を言う。道案内ご苦労さん。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに。おっふん。でもオイラは諦めないぜ。おい、そこの盗賊、オイラたちが抵抗しないとでも思ってるのか。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくれてはずになってる。俺と違って
話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと？うわ、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。早く捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、お宝？悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん、おとなしくお縄につきな。え？お宝がない？今お宝がないって言ったか？やられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気だ。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをして。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、わかった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残業するか。まさか騎士団に助けられるとは。情けない。約束はしっかり守ってもらうぜ。さもなくば今のよりもっと恐ろしい目に遭わせてやるからな。
ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか、騎士団。冗談だよ。さて、こいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。何？必要ない。二人は今回の功労者だ。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられたんだからな。うーい、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ。わかったわかった、お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないと、なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう、こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。礼はちゃんとさせてくれ。この件は夜を切り裂く勝利への仏行神剣。名前の通り、光と勝利を象徴する剣だ。この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として二人に譲ろう。黎明の神剣？そうだ。話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の神剣だって言うなら分かってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は過保護者だ。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。それじゃ、俺は帰って奴らの尋問をしてくる。今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。じゃあな。星と深淵を目指せ。